今年4月に入社した TBS の新人アナウンサー、吉原亜美、田村真子、宇賀神メグ、小林博樹が13日、東京、赤坂の赤坂サカスで行。バレた TBS の夏イベント、夏サカス2018デジタル&グルメパーク、7月15日から9月2日のプレオープンに登場した。左から吉原亜美アナ、田村真子アナ、宇賀神メグアナ、小林博樹アナ。4人は、同イベントを盛り上げる、TBS 夏サカス隊、として登場。会場で販売するグルメの美味しさを伝える食レポに挑戦した。吉原アナは羽根付き餃子。田村アナはカレーとタンドリーチキン、宇賀神アナはザンギ、小林アナはステーキを試食。一人ずつ順番に、羽がパリパリで香ばしいのと、中のあんがこってりしていてこ。アツシでとっても美味しいです。スパイスとハーブが効いていて美味しいです。暑い季節、これからぴったりだなと思います。外側がパリパリで中のお肉が柔らかくて美味しいです。口に入れた瞬間にそう。酢の味とお肉の旨味が重なって、それがさらに大きな旨味となって口の中に広がってます。と、一生懸命美味しさを伝えた。初の食レポを終え、吉原アナは、難しかったです。食レポをすると聞いていて、この瞬間が一番緊張していました。そうしたら自己紹介で噛みました、と笑い、田村アナは、難しかったです。自分の未熟さを感じました。まだまだこれから頑張りたいと思います、とコメント。宇賀神アナと小林アナも、すごく緊張しました。口の中がパサパサになってしまいました。僕も緊張してしまって食レポがこんなに難しいとは。実際にカメラを目の前にするとものすごく緊張しました。と、4人とも緊張の初、食レポ、となった。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。